どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はガクチカ研究会とのコラボ企画の第2弾なんですけども、今回の動画は学校の勉強とか授業を頑張ってきた方で、かつ課外活動で強いエピソードを持ってない方におすすめの動画になっております。ということでですね、本日も辻さんにお越しいただきました。簡単に自己紹介をお願いします。はい、辻と言います。よろしくお願いします。2つの会社をしてまして、1つは NPO 法人の DSS っていう代表をしています。それから履修データセンターという会社をしています。お願いします。じゃあ小賀さん、ご紹介お願いします。清新女子大学文学部日本語日本文学科3年生の小賀優和と申します。本日はよろしくお願いいたします。今回はですね、1分間の自己 PR を改善できたらなと思っております。早速なんですけども、小賀さんの方から1分間の自己 PR の方をお願いしてもよろしいでしょうか。私の強みは成長し続けることに貪欲なところです。私はインターン生として働いているインターネット広告会社において初月ながら社内月間 MVP を取ることができました。最初はただ上司にその日のクリック数を報告するのみでした。しかしそれではロボットと変わらないと気づき、自分で解決できることを考え改善を続けることを決めました。そして改善を続けたことによって広告を達成できるスピードが上がり、一度に複数の広告を任せていただくことができました。その結果社内月間 MVPを取ることができました。その経験から自分で課題を考え解決を続けることの大切さに気づきました。以上です。今の自己 PR、 辻さん的にどうですかね。課題とか改善をどんどん変えていける、その貪欲さがあるってことを言いたくって、でそれに対してはインターンをしてた時に月間 MVP 取ったという具体的な話もあったんでいいと思います。なんですけども、小田さんの印象とやってることの貪欲さっていうのが実はちょっとつながりにくい感じするじゃないですか。タイプとしてね、こんなことまでできるんだ、またこういう場面でも貪欲なんだっていう、いくつかを見せていかないと、一つの話だけで、あ、本当に貪欲だっていう風なことっていうのはないと思うんです。小賀さんも実際は多分いろんなことでそういう貪欲さがあるじゃないですか。これね、実は就活選手の間違ってることがすごく多いんだけども、しっかり深掘って一つに絞って話をすべきだっていう話って聞いたことないですか。はい、いろんなことに目を向けるよりも自分の一番頑張ったことをドンって伝えた方がいいみたいな、はい、僕もそう思ってます。それはね、 80% は正解。それ何かといったらですね、インターンで頑張ったと言っても証明できないでしょ。 MVP 取りましたって、もその MVP がどのぐらい大変なものなのかとか、それがそもそも本当なのかわからないですよね。サークル活動でも副キャプテンでキャプテンがすごくって、横でじっと見てるから自分何もしなくてもキャプテンがやったことを自分がやったように言うことって可能でしょ。ありますね。チームでやってたら誰がすごいとかっていうのが見えにくいですもんね。そうなんです。本当かどうかを確かめるためには、その時どんなこと考えたのとか、どうしてそこにそのやり方したのとか、詳しいエピソードを聞いて初めてどうも本当だなっていうのを確認する人があったんです。だから要するにエピソードを絞っていった方が伝わるよっていうのは 80% は正解です。ただね、例えば料理で言ったら、もともと持ってる素材がさ、めちゃくちゃ高級な A5 ランクの肉を持ってて、これ一品でどうって食べたいですっていう、でもそういう肉じゃなくってもうちょっと安いものしか持ってなくって、これを一歩って言って言うだけでは魅力としては落ちてしまいますよね。小賀さんとかはインターンだけじゃなくって他の場面でもできるんですって伝えた方が面接官がおっと思うんです。だからある程度の量に縮めた範囲でいろんな視点を入れることっていうのはすごくいいんです。それで言うと、自己 PR って最初の自己紹介とか面接の序盤に言うことが多いので、深掘りされるのはこの後だという点では、いろんなところの要素を散りばめるっていう点ではいいかもしれないですね。あとは小賀さんの今のお話だと、数字とか説得力がある材料が若干弱かったっていうところで、そこも加えるとより良くなるっていうことですね。でも本当に、ね、面接官っていろんな聞けることがあった方がいいんだよね。今年はやっぱり就活生の皆さんが課外活動できなかったからね。で、留学を目的にしててやった子が留学飛んでしまったとかね。いや、本当そうですよね。サークル活動も結局ズームでずーっとやってたとかって。いや、本当に。だからそれこそ外的要因の逆境の時にどう頑張ったかっていうのはアピールになりますもんね。その一つとして学業のことは言えるっていうのは、多くの就活生にとってすごく有益なお話だと思います。成績表っていうのは必ずみんなあるし、学校が証明してくれてるから、ね、だからすごい楽なんですよ。サークルってね、週に何時間練習しておいたんて、それはバラバラですよ。でも授業だけは全ての大学が90分15回か100分14回、これもルールやから。それでなおかつ全部で124単位以上取らないと卒業できないっていうルールだから、
前提条件揃ってるんですね。整ってるわけでしょ。その中でこうやってましたって言ったらね、エピソードいらなくて説明できるんです。大学1年生の方はもし見てたらね、学校の授業も頑張っていただきたいと思います。説得力は少ないかもしれないですけど、しゅんさんが言っても説得力少ないかもしれないけど辻さんの方から自己 PR を作る上で大切なポイントを4つほど今日は解説いただけるのでお話しいただいてもよろしいでしょうか。1つ目が課外活動という学業のことを付け加えて言うっていうのが1つ目のポイント。2つ目はですね、成績がいいとかだけじゃなくって、授業の振り方とか、それから授業での受け方とか、履修活動全体の中での長所を見つけてください。3つ目がですね、伝え方なんですけども、学業に関してはなぜそれをしたかという意図とか目的、それからそれが大変だった環境をちゃんと伝えること。4つ目はですね、質問に合わせてうまく伝える言い方なんです。うまくつなぐ言い方をするっていうのが4つ目のポイント。それはもう言い方で変わってくるんです。全然変わりますよ。例えばね、大学時代何頑張りましたかって言ったら、インターンですとかってまず言っちゃうじゃないですか。それをね、私は大学生活を充実させることを頑張ったんだと。具体的には課外活動ではこんなことを頑張り、学業ではこういう意図で頑張り、これ質問に合ってるんです。質問に対する答え方を、今まで一つしかダメとか何か選んで言わなくちゃいけないというのを考え方を少し変えれば、それを両方とも言える言い方っていっぱいあるんだってことです。ということですね、今の4つのポイントに沿って古賀さんの自己 PR をより良くしていけたらなと思ってるんですけども、はい、それにあたってちょっとお聞きしたいなって思ってるんですけども、はいはい、古賀さんは単位の状況とかって一度も落としたことないって聞いたんですけど、本当なんですか？はい、今のところ卒論を書けるかどうかっていう不安はあるんですけど、それ以外は今のところ単位は落としてないです。すごいね。もうすごい。それは授業の取り方とか授業の受け方とかで他の人とは違う自分の特徴とか長所とかって何かあると思う？私はその学部的には日本文学科なので、取ればいいものっていうのはやっぱり日本文学なんですけど、私の興味として人の深層心理とかそういったものに興味があるなと思ったので、哲学、美学、芸術学とかは結構取ってると思います。なるほど。どうしてそれが長所だと思う？知りたいことをもっと深く学ぼうとするところが長所かなと思います。なるほど。本当はこれをね、もっと深くしていって、課外活動で自分の行動の仕方とか同じような形で履修活動のことを振り返ってもらう。そしてそこの良さっていうのを見つけていく。で、今すごい短い時間なんだけども、古賀さんの話を聞いて使えるなと思ったっていうのは、単位を落とさないってことなんですよ。最低限はそれは絶対するんだ。だから私は最低限絶対単位は落とさない。それが一つね。それからもう一つは、自律的に興味あることとか深めていくってことができますいうふうなことが実は言えると思うし、成績を見せては嘘でないから伝えることができる。インターンとかやっぱゼミとかって面接官からしても分からない部分結構あるなって思ったので、確かにデータがあるっていうのは説得力が増すなと思いました。人間ってね、目で見たものは信用するんです。大体の情報は目から入ってきたもので判断してるって言われてる。だから目でちゃんと見せてあげるっていうことをができるので、エピソードがあんまりいらない。同じ説明の中に最後付け加えだけで、そんなに長くなくてできて、なおかつ違う視点を伝えられるっていうことが、この履修 PR を付け加えるところの一番のメリットなんです。ありがとうございます。自分が思っていたものと全然違う素質が出てきたのにびっくりしていて、学業からこんなに出てくると思わなかったです。ちなみに前半部分のところって、もし改善するポイントがあったら教えていただきたいです。前半部分に関してはね、例えばね、何人中何人に選ばれる MVP になりましたというふうに、具体的な数字とか具体的な話をした方が分かりやすいし、逆にしないと伝わらないんでね。確かにさっきの考えてみると、具体的な数字が一切なかったなと思いました。 MVP 何人中何人ぐらい？12人とかぐらいですかね。で、 MVP 1人、はい、MVP っていう言葉以上に10何人中の1番に選ばれましたっていう風な言い方をした方がよりインパクトあるよ。だから内容はすごいいい内容だと思うんで、どういう風なことを変えたかというところと MVP のレベル感みたいなものを伝える感じかな。これらを踏まえて古賀さんに改善した自己 PR の方をお話しいただけたらなと思います。私の長所は成長し続けることに貪欲なところです。インターン生として働いていたインターネット広告会社において、初月ながら12人中1位の社内 MVP を取ることができました。最初はその日のクリック数を報告するのみでした。しかしそれではロボットと変わらないと気づき、広告の写真をそもそも書いてみようだとか、水準に届いていないのでターゲットを40代までに増やそうなど具体的な対策を取るようにしました。すると広告の達成できるスピードが上がった
ことで、たつきに複数の案件を任せていただくことができるようになり、社内 MVP を獲得することができました。加えて学業においては、受けた授業の単位は全て取ることを目標とし、最後まで一つも単位を落としませんでした。そのような目標を達成しながらも、私は貪欲でありたいと思ったので、自分の学部の範囲以外の哲学とか芸術学といったものを取り、自分の興味を深めました。このような経験から、自分が社会に出ても成長し続けることに貪欲であれると思います。以上です。いいじゃないですか。いいと思いました。いいじゃないですか。素晴らしい。同じ人でもやっぱ伝え方とかの練習してるのとしてないのでは差ができますね。最後にですね、小川さんの方から本日の感想をいただいてもよろしいでしょうか。今回お話を聞いて、自分が学業を自己 PR に生かそうと考えたことがなかったので、今回自己 PR を学業から考えるっていう作業を通して、自分って自分の興味を深掘ろうとしてこういう授業を取ったんだとか、そういう自分の新たな面を学業から知れたというのはすごく面白かったです。学業成績って一口に言ってもやっぱり意図とか目的とか変わったりすると思うんで、全員が真似できるってわけではないとは思うんですが、4つのポイントを参考にして皆さんのですね、学業での行動を自己 PR に生かしていただけたらなと思います。今回就活指導をしていただいた辻さんのチャンネルであったりとか、概要はですね、下の概要欄の一番上に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。ということで、本日は皆さんありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。